はい、どうも、TV イルミネーションファンタジーです。今日はですね、EFS10 の18ミリで、前回動画上げたんですけれども、今回はその写真をね、1枚ちょっと編集してみたよっていうお話になります。そうですね、前回の動画でも言ってたんですけれども、広角側でね、絞りも F8 とか F11 で撮ることでね、かなり全体がくっきりカチカチなね、写真が撮れるよっていう話はしたんですけれども、そうですね、これもですね、焦点距離が確か10ミリの F8 で撮ったんだと思うんですけれども、かなりね、カチカチにね、撮れてるかなっていう感じですね。若干ちょっともうすでに編集したんじゃないのかと思えるような写真ではあるんですけれども、前回の動画でも言った通り JPEG 撮って出しをそのままね、アップしてますので、それをね、カッチカチにね、ちょっと編集してみようかなというところで、次の写真になります。はい、こちらですね。カッチカチに仕上げてみましたね。どんな感じにやったかというと、コントラストをね、ちょっとかなり強めに上げたっていうところと、光の明暗をつけるということで、今日、明るさのところをね、強いところは、強いかったり暗いところを、ちょっと強弱をちょっとくっきりさせることでね、カッチカチな感じをね、今日、強調してみたよって感じですね。いかがでしょうか。よくね、SNS とかで上がってる写真で多く見られがちなね、写真かなとは思うんですけれども。ほんとカッチカチに写ってるよね、みたいなね。写真で、ちょっと写真なんだけど、写真じゃないっていうか、なんて言うんだろう、編集むっちゃしてるよね、みたいな。誰でもわかるようなね、ものになるんですけれども、好みが結構分かれるのかなとは思うんですけれども、SNS で見る限り、こういう写真が結構好きなのかなっていう人は結構多数いるのかなっていうのは、そのいいねとかがついてる数を見ると、そう感じますね。個人的にはあんまり、どうなんでしょうね。あんまりしない感じの写真ですかね。でもたまにやってみると面白いなと思いますよね。そんな感じがします。あとですね、この EFS10 の18の欠点ということでね、ちょっとレビューね、されてた人が何人かいましたので、本当にそれがそうなってるのかっていうところをちょっと見ていきたいかなと思います。もともと2万円弱ぐらいで買えるレンズなんで、もうそんな贅沢はね、言えないとは思うんですけれどもね、もうスマホよりさらに広角で撮れるっていうだけでももう御の字だと思うんですけれども、一応欠点っていうところもね、レビューでさ、見て買ってましたので、本当にそれ通りになってるのかっていうところを見ていきたいなと思います。欠点というのはね、等倍サイズにしたらですね、こういった建物のラインがですね、ちょっとまっすぐじゃなくて波を打ってるんだよね、みたいな投稿がね、ありまして、そういったところもレンズのその補正を使えばなんとか使えるんじゃないか、みたいな感じは言われてるレビューが結構見受けられました。で、今、等倍にちょっと上げてみたんですけれども、いかがでしょうか。見た感じ、ちょっと波打ってるかなみたいなところは見受けられるかなと思います。これ建物の使用上こうなんかなっていうところもね、ちょっと否めないとこはあるんで、後ろのね、ビルとかの方がね、ちょっといいかなと思います。後ろの建物は確実にまっすぐだよねっていうところで、いかがですかね。見た感じ、ちょっともうすでにぐちゃってなってるかなとは思うんですけれども、ちょっと分かりやすくするためにもうちょっとね、拡大してみます。いかがでしょうか。こんな感じで、ちょっとぐにゃーってなってますよね。確かにレビューで言われてる通りの現象はね、
出てるんじゃないかなとは思います。はい。はい、そんな感じです。いかがでしょうか。まあ、基本広角レンズでですね、こういった形でトリミングして使うってことは、基本、まあ画角っていうか、構図の調整とかで若干、を拡大したりはする、位置のね、こういう調整だったり、拡大したりとかはあるかとは思うんですけれども、まあ、等倍クラスまで拡大して、なんて言うんだろうな、トリミングとかはすることはね、絶対ないかと思いますので、まあ別にこれは気にしなくていいんじゃないかなっていうのは個人的な感想ではありますね。で、ましてこの写真を見た時に、ああ、ここの建物のラインがちょっとぐにゃぐにゃになってるねみたいな感じまで、見てる人っていうのは本当になんか写真が好きで、写真を撮ってる人しか多分見ないんじゃないかなと思いますので、まあ、個人的にはまあ別に気にすることレベルではないのかなとは思っております。まあ、むちゃくちゃなんかハイレベルなフォトコンテストにね、出品しようかなと思ってる人はまあ気にした方がいいかもしれないんですけれども。まあ一般的になんかちょっと、まあちょっと SNS とかにポッて出すぐらいの写真であれば、まあ別に気にするとこではないのかなっていうのは個人的な感想ですかね。はい、そんな感じです。まあ値段もね、2万円弱ぐらいのレンズですので、まあこのレンズでまあスマホより広角に撮れるっていうだけでもかなりね、すごい、コスパがいいし、まあこんな感じでもね、撮れますので、もうなんか文句のつけようのないレンズだとは思うんですけどね。はい。って感じです。まあ、参考になったかどうかはわかんないんですけれども、まあこんな感じの現象もあるよというお話も含めた上でね、写真編集したらまあこんな感じでね、ネット上では人気がある、まあ、カッチカチなね、写真がね、作れますよ、みたいなお話でしたっていうことですね。次はですね、そうですね、動画が、撮れたら動画がね、10ミリ側で動画撮ったらどんな感じで撮れるのかっていうところとかですね。まあ、うまくいけば F8、F11、F16、30、16、22とかね。まあ、絞りのところもちょっと上げていったらどんな感じに映っていくのかというところと、まあ、そういったところもなんか動画で作れたらいいかなとは思います。まあ、絞りに関しても多分 F11 ぐらいまではね、まあ、綺麗に映るんだけど、それ以上ね、絞っていくと逆にちょっと画質が劣化していくよっていう現象も多分出てくるかと思いますので、まあそういう劣化が見れるのかどうかっていうのもなんか動画で作れたらいいかなとは思ってるんですけれども、まあ私の動画を作る技量でそれが表現できるかどうかっていうのはちょっと何とも言えませんけど、まあ一応次の動画ではそれをちょっと作ってみたいかなとは思っておりますので、まあこのレンズにちょっと興味がある方はですね、まあ登録いただきまして、まあちょっと次回の動画までね、お時間いただけたらなとは思います。ではね、また次の動画でお会いいたしましょう。ではでは。